ロシア外務省、越境攻撃により民間人50人以上が死亡。ロシア外務省は23日、ウクライナ軍が先月開始した越境攻撃により、ロシアの民間人50人以上が死亡したと主張しました。ロシア外務省の当局者は23日の記者会見で、ウクライナ軍が先月6日に西部クルスク州で越境攻撃を開始して以降、民間人少なくとも56人が死亡し、266人が怪我をしたと主張しました。今月20日時点の死傷者数だとしています。また国境付近から13万1000人の民間人が避難したということです。ウクライナ軍の越境攻撃をめぐっては、ロシア軍が複数の集落を奪還するなど反撃も続いていますが、依然として多くの集落がウクライナ軍の占領下にあります。ウクライナ側は今回の越境攻撃では民間人を標的にはしていないとした上で、ロシアは長年にわたって虚偽の数字やプロパガンダを流してきた、この死傷者数の主張を検証する方法は全くないと反発しています。もしウクライナに文句を言うのであれば、ウクライナの民間人と同じ人数亡くならなければ文句は言えないでしょう。それはプーチンを黙認し、この戦争を他人事にしてきた国民のせいでもある。ウクライナの民間人の犠牲を棚に上げてウクライナを批判することはできない。ロシア政権に声を上げるべきだ。ロシア反政府活動家が警鐘、ロシア帝国もソ連もたった3日で崩壊。西側は不意に訪れるプーチン支配崩壊に備えを。ウクライナの火力発電所の 80% 以上が破壊された。リバプール発、元ウクライナ軍総司令官のワレリー・ザルジニー在英ウクライナ大使が9月22日、イギリス・イングランド北西部リバプールで開かれている労働党大会のフリンジイベントに免れ、ロシアにおける軍事目標に対する武器使用の制限を解除することが重要だと改めて訴えた。ロシアのいわゆる3日間の特別軍事作戦は現在3年目に突入。この戦争は毎年前年とは異なっている。ウクライナの領土の約 27% が依然として占領されたままだ。ウクライナに駐留するロシア軍は50万人に上り、その数は増え続けている。ロシア軍の空爆でウクライナの火力発電所の 80% 以上が破壊された。ウラジーミル・プーチンロシア大統領は北朝鮮とイランから軍事援助を受け、危険な化学物質を含む弾薬の使用を増やしている。この戦争にウクライナが勝つには長距離航空及び地上能力が切に求められる。ウクライナの領空を守るため、同盟国がロシア軍のドローンやミサイルをシャットダウンすることを許可する政治的決定が必要だ。ロシアの戦争遂行能力を制限する制裁はロシアの戦場での能力に大きな影響を与えると強調した。アメリカ、イギリスは長距離兵器のロシア国内での使用を認めず、ロシアがドローンやミサイルの製造に使用する高度な西側の部品を継続的に購入している。ロシア産原油もシャドータンカーを利用して迂回輸出されている。ウクライナの真の安全保障は北大西洋条約機構 NATO 加盟でしか達成できないが、ハードルは極めて高いのが現実だ。米英は提供した長距離兵器でウクライナがロシア国内を攻撃するのを認めていない。バイデン米政権が大統領選前に戦争をエスカレートさせる恐れのある長距離兵器の使用を認める可能性はゼロに近い。軍総司令官を更迭されたザルジニー氏は外交官としても辛い立場に置かれている。これに対しデイビッド・ラミー A 外相は、50万人以上の死傷者を出すロシアが直面する苦難はより深刻で厳しいものになる。来年後半から2026年以降に向かうにつれその傾向は強まる。ウクライナを支援する同盟国にとって忍耐が試されるとザルジニー氏に我慢を求めた。
米欧5カ国とロシア、ベラルーシの間で行われた26人の身柄交換の一人、反政権活動家のウラジーミル・カラムルザ氏43歳は、9月20日、A シンクタンク、英国王立防衛安全保障研究所 RUSI で記者会見し、西側はプーチン後に備えるプランをと訴えた。ロシアと英国の二重国籍を持つカラムルザ氏はロシアのウクライナ侵攻を公然と批判、虚偽情報を流布したとして国家反逆罪で禁錮25年を言い渡され、シベリアの刑務所に服役。独房から米紙ワシントンポストにコラムを書き続け、今年ピューリッツァー賞を受賞した。ほんの数週間前まで私はシベリアの最高警備刑務所の独房に座らされ、そこから出ることは決してないだろうと確信していた。私がここにいるのは民主主義国の世論がどんな独裁者も封じ込めることのできないほど強いという事実を証明していると、カラムルザ氏は語り始めた。ロシア人政治犯が交換の対象となった唯一の理由は、この数年、政治家、ジャーナリスト、市民社会のリーダー、各国の指導者、民主主義国の市民が政府の意見とたまたま異なる意見を持っているだけで、麻薬の売人や殺人犯より長く投獄されるのはおかしいと声を上げ続けたからだ。ロシアの政治犯を含む身柄交換は38年ぶり。ウクライナ戦争に反対し、プーチンに逮捕されたカラムルザ氏のような良心の囚人も解放された。真の犯罪者はクレムリンに居座る者たちであり、ウクライナに対する侵略戦争を始めた者たちだとカラムルザ氏は糾弾する。すべては永遠に続いたが、やがて終わった。8月1日釈放されたカラムルザ氏は、寝ても覚めてもプーチンのロシアやアレクサンドル・ルカシェンコ大統領のベラルーシの刑務所につながれた何百何千もの政治犯が脳裏に浮かぶ。小さな窓、鉄格子のついた独房の中を歩き回り、壁を見つめるだけの生活を思い出す。カラムルザ氏は西側諸国にプーチンやルカシェンコに対して政治犯の釈放を働きかけ続けるよう求めた。一部の欧米の専門家や評論家は、プーチン政権は非常に安定しており、永遠とは言わないまでも長い間続くだろうとの見解を語る。カリフォルニア大学バークレー校のアレクセイ・ユルチャク教授は、著書「最後のソ連世代」の中で、ソビエト社会主義の体制下で暮らしていた人々にとって崩壊は全く予想外であると同時に全く意外でもなかったと指摘している。公式のイデオロギー的言説が蔓延していたにもかかわらず、日常的な実践はしばしばそれらから逸脱し創造的に解釈されていた。人々は何十年もの間永遠に続くという前提のもとに生きてきたが、ソビエト社会主義体制の崩壊は急速かつ突然起こった。ロシアにおける変化の起こり方。カラムルザ氏は、権威主義体制ではいつもこのようなことが起こる。人々は体制が安定していて強固で安全だと信じている。しかしある日突然崩壊する。20世紀初頭のロシア帝国も、20世紀末のソ連も、文字通り3日で崩壊した。これがロシアにおける変化の起こり方だという。突然思いがけない形で指を鳴らすように起こる。誰も変化を予期できず備えていない。それが1990年代に大きな禍根を残した。ロシアや西側の誰もその変化に備えていなかった。そのためロシア、ウクライナ、欧州の人々は今もその影響に苦しんでいる。カラムルザ氏。刑務所から出た後、カラムルザ氏の頭からずっと離れない考えがある。ロシアで次の変化の機会が訪れたとき、それを逃す権利は私たちにはない。重要なのは過去の失敗から学ぶことだ。誰も正確な時期や状況を知ることはできないが、近い将来変化は必ず起こるということだ。旧ソ連時代の病巣はそのまま残り、犯罪に関与した人々が権力ある地位につくことができた。
腐敗の温床がプーチン支配を形作った。私たち国民による清算のプロセスを開始する必要がある。ウクライナにおける戦争犯罪、ロシア国民に対して犯した犯罪を裁く必要がある。次の変化が起きたとき、責任を負うべき人々は責任を問われなければならない。正義が実現され、説明責任が果たされなければならない。悪が二度と繰り返されないようにする必要がある。悪が公に反省されず、説明されず、非難されないのであれば、悪は再び戻ってくる。